どうも、閉店くんです。閉店くんツアー in 新潟玉三郎ということでね、今回は、新潟県内にあります玉三郎さん5店舗回っちゃおうということで、5店舗目、こちら、新潟県新潟市中央区にあります玉三郎堀の内店さんに来てます。ということで、ここまでの成績がなんと2勝2敗のイーブンということでね、ここで勝ってね、勝ち越したいと思います。ということで、今回この回からね、動画を見ている方のために簡単にね、内容の説明をさせていただきます。閉店くんが負けるとなんと罰ゲームが待っております。一応青狙っていこうか。はい、やった。3、はい、サイコロを打って1の目が出るとハリセン、2が出るとスネギロチン、3が出ると花フック、4が出ると風船爆破、5が出ると洗濯、6が出るとダブルビリビリ、以上となっております。ってことね、結構辛いんでね、勝ち越したいしやりたくないんでね、早速カッチャイに行ってみたいと思います。えいっ。入店、やってきました、玉三郎堀之内店さん。それでは早速店内データを見に行きましょう。ということで、ね、パチンココーナーが、向こう側にあるんですけど、1円パチンコと4円パチンコと分かれております。で、スロットコーナーが20円と5円スロットということで、早速スロットコーナーのね、データを見ていきたいと思います。どうも、えいえい、ありがとうございます。失礼します。セイントセイヤ、あ、どうもありがとうございます。すごいね、あー、10回すごいよ。エヴァあるね、エヴァ、今回の初勝利がエヴァだったんでね、エヴァもありかな。うん、はい、こちらが、ジャグハナコーナーということで、ジャグラーと、オキスロハナハナがあるコーナーですね。では早速行ってみたいと思います。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。とりあえず出たね、見ていきましょう。お、18の13、あ、31だから140、悪くはないね。お、こちらのドラゴン花花が、19、ちょっと弱いか。一応ゴースローもね、見ていこう。ゴースローもまだ時間あるし、いっぱいあるよ。お、ビバドンとかよく打ってた。モンキーターン、ミリオンゴッド、一騎当選ね、バジリスクとかね、いろんな機種がございます。シンデレラブレード、北斗の拳、なるほど、どうしようかな。あ、すいません。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございますさあどうしよう。さあ困ったぞ。8、お、これすごいね、8って、81が120何分の1だよ。ミラクル打ってないからね、ミラクルでいくか。こいつでいってみたいと思います。えいえい、はい、それではね、北谷さんの、ミラクルジャグラーでね、ミラクル起こしたいと思います頼むぞ。アーサリーパッチャス、残念勝ってこんねえかな。タウン、負けたくないのだ。どう、ネバール、いいね。よし、50枚目、はい、残念、追加投資、100枚目です。頼むよ。
いい。来ないかな。どう。すごい。落ちてこないな。ああ。勝った。やった。単独だね。またあるぞ。まだ時間あるからな。あと5分あるから。あ。はい。よっしゃー。やった。あざす。あざす。あれ、ここどこだったっけ。タモサブロー掘り出して。いい店だね、いい店だね。あ、間違いない。あ、いい、いい店だ、間違いない。いや、よかった。ラスト。はい、やりました。ということで、ね、まだあと3分近くあるから行ってみたいと思います。1ゲーム連チャン、チャンス。残念。いや、相変わらずあれだな、普通だな。まだ一回もね、ミラクルをね、やったことないんでね。まあプレミアね、うん。はい、やばいよ、時間ないよ。分かってるんだけど、もう一回。最近一回が限界なのか俺。流れた。もう一回光らしたかったのに、もう一回残念。先に揃うよ。はい。残念。玉三郎さんといえばこの便利だながありますね。便利だなね、便利だなで、便利だな。はい、それでは早速流してみたいと思います。えいえい。さあ、何枚だ。100枚を超えれば OK。 まああるよな、うん、あ、超えたら200いけ、300いけ、いかないか。247枚。はい、今回の結果247枚、やったぜ。はい、実践終了、実践終了、やったー。ということで、今回の閉店くんツアー、5店舗目、玉三郎堀の内店さんでの実践機種は北電子さんのミラクルジャグラーを打ちまして、投資枚数が100枚の獲得枚数が247枚ということで、プラス147枚です。やりました。いやね、もう一回ね、光らしたかったんですけど、まあね、相変わらず一回が限界みたい。ということで、ね、勝ったので今回の、新潟県、玉三郎ツアーはですね、3勝2敗の勝ち越しという結果になりましたね。あの罰ゲームね、見たい方はぜひね、あの前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 ぐらいね、戻っていただければ、あのこのハリセンとスネギルチンやってるんでね、そちらの動画はぜひね見ていただきたいと思います。ということで、今回撮影に協力していただいたこちら、玉三郎堀の内店さん宣伝をちょっとだけ。この動画が配信される頃にはもう導入済みということでね、話題の新台秘宝殿、こちらの方入ってますね。ぜひ秘宝殿が打ちたい方はこちら、玉三郎堀の内店さんに来ちゃってください。そして2013年もですね、皆様が打ちたいね、台をね、どんどん入れていくんでね、そちらの情報は PR とまたはメール会員になってね、情報をゲットして、こちら玉三郎堀の内店へ来ちゃってください。ということで、次回のツアーも頑張ります。えいえい。